さあ大きく回って5号艇の岸本が先にホーム側です。大潮の干潮時刻が近づいています。風はスタートラインに対しての追い風、今風速は4メートルから5メートルとなっています。ボートレース宮島のキュースポプレゼンツ11代目ヘビー級を決定戦、水面上は第11レースの特賞競争の開始。この時点で6艇がホーム側です。E1 コースに構えているのは1号艇佐々木和伸、今日は1回走り伸びに好感触の昨日前見でした佐々木、人気の中心、初戦は高枠の戦いです。2コースは2号艇田中京介、田中も同じく今日1走、直前の唐津で優勝しています。3コースは3号艇北川幸則、前半付け前は届かずの5着と敗れ、ここは巻き返しを狙う一戦。4コースは4号艇林雄介、前半は2コースからの差しを決めました。5コースまでがスロー5号艇岸本勇気、本番短期6コースは6号艇細川明人、この1月から A 級に復帰しています。枠なりですが体型が5対1と変わりました。第11レース、人気の佐々木の陰線内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇2号艇がわずかに除いてスタートしてから4号艇6号艇も出てきますが、先前する1号艇の佐々木に付け前は2号艇の田中、後ろは4番6番でバック側に入っていますが、さあここは付け前受け止めて逃げています。先頭は1号艇の佐々木和伸、リードは2艇身で2号艇田中京介が2番手、さらに後ろは差がなく4号艇林がやってきます。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇、続いて4番抑え込んで2号艇、4号艇と6号艇ここで接触、アクシデントがありました。3号艇の北川3番手でここで上がって、体型は1番2番3番でレースは2周目に移ります。さあ走り出していく5号艇の岸本、4番手でこれから2周の1マーク、1号艇2号艇3号艇でバック側に入っています。4号艇の林雄介ですが1周の2マークでアクシデント失格となってしまいました。これから2周の2マーク、自己艇とレスキューを避けての構想です。先頭は1号艇の佐々木和伸、2番手は2号艇です、田中京介、3番手が3号艇の北川幸則、後ろは5号艇の岸本勇気が4番手、そして5番手が最後方で6号艇細川明人です。なお4号艇林雄介は残念ながら1周の2マークでアクシデント失格となってしまいました。レースは最終周回に入っていまして、体型は固まって1番2番3番、このまま1番2番3番で決まりますと3連単のオッズは 7.2 倍です。残念ながらアクシデントレースとなってしまいまして、残って走っているのは5艇、それぞれが後方に大きく水をあけて、体型が1番2番3番、このままの組み合わせオッズは 7.2 倍、まもなくゴール。第11レース、先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。なお4号艇林雄介は失格となっております。